こんにちは、おはようございます。アスマックならいいな、食べたい昨日も同じ話してたな、おもろ。来ました、おもや。遅刻してない、すごい。おはようございます、おはよう。寒いからジャコパイ食べたい、わかる。なんかさ、夜なんか朝がさ、いつも耐えられへん朝夜寝るときはな、もう毛布あるから車って寝るけど、だからいつも朝起きて寝るときは T シャツで寝て、朝起きたら上から長袖着てる、まあ上着みたいな感じ。そう、昨日そのチョコパイの CM 見て、その去年去年ねちょっ
よし、いけた。いけたで、いけたで。そうやで、ほんまに。マジで特定されるからやばい。そのさ、選挙はさ、選挙はさ、そのあれだけじゃない、あの地域バレるからな、ほんまに。何市とかどころじゃないやんな、多分。ちょっと読んでたとこまで戻ろう残ってるかな。あ、来た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 。ん？あ、なくなっちゃったかも、あやめが出たところまあいいや、ごめんなさい。マクタブモバイル注文で安くなるポテトが今日まで。へえ、そうなんや。行こうかな、朝マック頼んでみるね。朝マックだけは朝マックだとは言わない。確かに朝マックは朝マックやな。マクド、あ、マクドとも言うし、マックとも言うのよ普段。今日一日寒いで、え、らしいね。明日もさ寒いって。昨日あんなまでやんなきゃ、結構暑かった。こんぐらいがちょうどいいよね。でも涼しいし、頑張んない。劇場公演で見るとめっちゃ楽しい。わかるやってると楽しい。じゃあみさ、そのコンサートがね、なんかその時間の関係で頑張んないできなかったんですよ。中、まあ京香ちゃんも中2メンバーも。だからあの10月のあのね、あの時の頑張らぬ愛初披露の時の、頑張らぬ愛公演初披露の時のやつも、あやめも初披露やったのよ、頑張らぬ愛を。そう、なんかコンサートの時とか、そうコンサートのリハの時からもう出えへんっていうのは分かってたから、そのずっとその10番手の練習してました。公演番手の。そう、中2メンバーアミもね、その自分のポジションのやつ一緒に練習してた、そのリハの時。猫とネタ温かい、猫とネタはバリ温かいよな。あ、待って、ミュートにし始めた、ここサイレント。選挙か、選挙。そう、びっくりした、ほんまに。その一瞬な、名前は聞こえへんかったけど音聞こえてん。あ、やばいって思ってミュートにして、ちょっと様子伺ってみたけど、ちょっと一旦収まったからまた外したら、外した瞬間また聞こえてきて、すぐミュートして、そこはずっと聞こえてたから、もうびっくりした。なんかほんまにタイミング悪かった。
アミがミュート外した瞬間さ、またさ言い始めてんもん。ね、最近運動期間はちょっとミュート、ちょっと筆談配信のことが多くなるかもなんですけど、よろしくお願いします。昔配信中にチャイム鳴らされて特定されるこ とかあったか。あ、波もショールームをやるにあたってのマネージャーさんからの注意事項でそれ言われた。でもさ、ピンポンってさ、出るまでさ、配達の日とかさ、分からない人か分からへんからさ、怖いよね。イラスト大会しようと思ったらちょっとあの終わっちゃった。猫はめっちゃめっちゃ猫猫に見えるし、カクカクに見える。マオマオや。キラガサミオ、キラガサミオよろしくお願いしますって言って、でまだ外になって、うん、これが一週間ね、これからねしばらくね、神戸の握手会の日が選挙だから期日日になってきた。そっかそっか、そうやな、神戸おったらもうできひんもんな。さすがに遠すぎるな。確かに。よかったです、ありがとう。はい、こっちもさっきからうるさくて困ってます。ミュートにしちゃいましょう。そう、多分最近そのなってないのは朝7時やからよな。平日はなら、あの平日はね、いつも7時やから、平日の時はまあ予感があれば7時、うんうんうん自分が何言ってるか分からんけど、平日の時は安全ってことだよね。あの人ならターンをしてくるかけ、お前またまたミュートしてこないと。危険管理能力がある、素晴らしいだろう。夢かみたい。だからそのさ、寝方によってはさ、ちょっと触覚が前に来る時あるんやんか。そのせいでさ、そう見える。マジでめっちゃ細いけど。チョコパイの CM 以来来るから、しばらくは来ないだろうね、今もやってるから。一番やみちゃんの動画まとめられてたよ。へえ、ファンの方が作ってくださったやつ。
ホワイトボードちょっとちょうど目に入りまして、ホワイトボードが。ここにいると思うけど情報ないしかない。おもろチョコパイ食べたいよ早く。昨日ね、その夜チョコパイの CM 見て、そう友達とね、そう泊まり会する前に、そうなんか2日連続ぐらいあゆみお泊まり会してた時あって、冬休みまずあのあみと着物をレンタルして京都観光行った日あるじゃないですか。その時はアミの家の方で、アミのお家でお泊まり会したんですよ。泊まって京都観光して、でその夜に友達とマック行って、そのうちでお泊まり会したんですよ。そう、その時にチョコパイ食べたの思い出して、そうもうね結構長いやってんねんね、チョコパイって。前にもこのバイトしてたよ。そうさ、あの忙しい時とかめっちゃ人多い時とかさ、めっちゃ忙しそうじゃない？今日は暖かい。今日、明日か寒いの。なんか明日20度ぐらいって。そのマックはマクドが自分で言ってるか。確かにそれはそう。じゃあ雪降りました。早っ。早っ。あやみがさ、この前、結構前やな、4年生の時にさ北海道旅行、まあ、誕生日で北海道旅行行った時はさ、そう予定では11月3日から雪降りますよという予定やったのに、もう降ってるんや。B2 食が初めて来れた。おお、ありがとうございます。リサさんと同じチームですよ私グスペーテに入れたあやみちゃんの草かわいい。やった。そう思い出した。そういえばさ、みーちゃんがさ昨日あったんね。みーちゃん昨日グスプ行ってて、その後レッスン所来とったから会って、そうあやみの出してんってコースターって言ってたかな、あやみのコースター引いたって言ってた。そう10期生、そう10期生の子一人も引いてないなって。みんな休憩でしたでさゆきちゃんがあの缶バッジも1個引いたんですよ、9期生のね、研究生の。そしたらさゆきちゃんも出て、ほんでコースターもさゆきちゃん出て、運、さゆきちゃん運が強かったです。うなみゆかちゃんも出したんや、あゆみのこと。すごあゆみ、そんな、確かに、いやもう自分で自分引いたしなそう考えたら出やすいんかな。教室がいきなり下がって脳がいて、ああ乾燥か、お大事に。乾燥も蜂蜜とか喉飴いっぱい舐めときましょう。寒くなると猫ちゃんがくっついてくるからちょっとよし、わかる。しかも自分もくっつきたくなるし、最低気温ゼロなんです寒い方か、寒いねやっぱ北は。明日マイナスやばいな。そう自己紹介するときにさ、チームビーツって言うねんけどさ、自己紹介のときはね、なんかマイク持ってるからビーツってすんねんけど、その写真撮るときとかビーツ逆になっちゃうねんな、たまにこっちが 2B になっちゃう来週ダメの敵は北米変わった。やかったよ、よっだ、よかったよかった。しかも庶民はてんちゃんおるから大丈夫やろと思ってるあきら先生もおるけど
頑張らないと言うときは、なんかね、もう青春念仏みたいにいろいろ決まってんねんな、場所が。ここはこういうやつ、ここはこういうやつ、ここはこういう、まあ、だからやりやすいじゃやりやすいけどな、うん、そのさ、寒暖差じゃないな、なんて言うんやろ、差がすごいやん、表情一つ一つの。あれをね、はっきりしたらよりおもろくなると思う。青春念仏もここは真顔でも、ここはめっちゃ笑顔決まってるのよ。頑張らないもここはちょっと脱尽くした顔で、ここはめっちゃ笑顔で、ここはまあバカみたいな表情してみたいな、アホみたいにわーみたいな感じになってる。バイクが通りましたねバイクは大丈夫ですね。え、家が駅前の人は大変だ。確かにな、寝れへんな朝。え、そう、扉のちゃんと閉めてんねん、窓か扉はちゃんと閉まってます、窓も閉まってる。そうやな、また選挙の時が来たらお絵かきしましょう。筆談筆談お絵かき、マクドミスド、ホイロ、ホイロって何、待って、ホイロって何、ホイコーローってこと、スタバ、スタバ、スタバやろ、ミスドはミスド、マクドはマック、オアマクドやろ、ホイロだけが分からへんねんけど、モスバーガーはモスです。ケンタッキー、ケンタッキーって略さへんよな。あ、ケンタッキーフライドチキンなんか正式名称は。野球女子好き、マジで頑張って、応援しとるよ。朝の8時から夜の9時までは何々機を使える時間帯で、なるほど。朝9時からにしてほしいね。見て、よいしょ、インターホン、インターホン基本ママが出るしな、うん、部屋的にね、ママの方が近いから。あ、そうね、え、いつまで神戸の握手会までやんな、選挙なら。もう来週はさ、土曜日はオータムあるから8時半は多分できひんし、で神戸も朝早いから8時半できんから、多分大丈夫ですね。よかったよかった。ちょっとなんか喉鳴ってんねんけど、まあ、あやみ神戸 2days 楽しみだよね。ごめん、クラグシャまで1週間切ったね。ねえ、ショップ今日、え、待って、今日 20? ほんまや、20やん今日。えっ、いや、みんな生誕って今日までやで、マジで今年の、ほんまに今年もほんまに頼んでだ、ほんまに、うん、ほんまにな、マッチで可愛いから、ほんまにほんまに可愛いから、今回マジで自信作2作目やけど
もういいや、もう過ぎた。長かったね。選挙区が取るためによかったよ、ね、さっきその法則で言ってたらさ、ずっとわー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 言うとかなあかんかった、ほんまに。ちょっとそれはしんどいかも、喋られへんいやミュートもミュートで喋られへんけどさ、復活ちょっとめちゃくちゃコメント飛ばしちゃったけどごめんね。なかなかイラストのコメントもね、たどりつけへんくてさ。絵描こうと思ったらちょっとどっか行っちゃったから描けてないわ。絵描こう。なんかイヤホンとかしとったら聞こえにくくなるんかな。アミちゃんのアバターだけ消えてるのなんで。え、アミんとこちゃんとおるで。どういうことどういうこと、あのあれ壇上とかにいたこと。アミのとこはみんないます。僕だこ、僕だけ、僕だけ多分。あやみのとこはちゃんと見えてるかな。僕だこがおもろい。イヤホンは周りの音カットする機能ついてるから、ついてる、たくさんあるからワンチャンいけるか。イヤホンの情報が増えてが気づけ、確かにな。イヤホンしたら、そう、マイク付きのイヤホンやったら一回一回ミュートにせんでいいってことやんな。みんなで独身術独身術やったっけこれ。同心術じゃない、めっちゃ違う、塾、ん、塾になっちゃった。独身やったっけ、忘れた。全部ボノボノさんでいいか。まあまた来るかもしれへんし。僕だこ、僕だけ、僕だこです。多分ミュートの魔術師しましょ。ちょいちょい噛んだ。あ、歌見えないのリゾートしてる。確かそれはそうね。まあでも時間、あゆみちゃんに時間余裕あるのはどうでもいい。まあ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 、こう寝落としても治らないよ。あらら、優先だとキャンセルない。マイク付きやからな、アミが持ってんのは。どうなんやろ、マイク付きやから、そのマイク近づけないと
聞こえへんから、それも聞こえるんかな。の池も音出して書き出しだけやから、あやみちゃんがずっとわーって言ってかちゃじゃあ、あやみがわー言わんとあかんってことか。僕だこ、僕だこ好き、かわいいねなんか、なんかなんていうの、響きが僕ごめんなんや、選挙か無理か。じゃあ一回一回ミュートにせなあかんのか。候補者の数だけ来る、やばい、めっちゃ来るケーキタワー、あ、猫用のケーキってこと、あ、そのギフトの話僕だこやのシークレット、僕だこのシークレット僕だこやん、イントネーション的には僕だこ。今日は何時まで走ってて、でもな、ちょっと朝マック行きたいって頼みたいから10時半には終わりたいな完全に聞こえなくはならないから見とくよ。そっちの方が安全よね、ミュートの方がね。選挙来たら、じゃあミュートにしましょう。300回訪問、おお、すごっ、よろしくお願いします、ありがとうございます。あみちゃん髪切る、あみちゃん髪切るかな、まだ切らへんけど徐々に切ってくからな、あやみ予定では。まださ、やりたい髪型あるからさ、そのちょっとは切るかもやけど、ほんまにこんぐらいは切るかもやけど、まだのロングの予定ではある。DSGK で地検調査装置が言えなくて噛んでね、噛んでね噛んでたね。あみ、検調査装置って言ったっけ、検調所在地、検調所在地、検調所在地。そう、ヘアドもういいなって思ったんやけど、そのヘアドしたらさ結構身近なるやんな、多分今のあみの髪型だと結構身近なるねん、ちゃうねんなそれは切ってさ、ミディアムぐらいにしたくて、ここら辺やから、そう30センチないから、それだと僕だこって私たこ焼きさんみたい。ほんまや、まさのさん僕だこってやつ作ろうたこ焼きや、ハッシュドポテトが予想出番まだあるかなって欲しいね。9時半かブームじゃないのに西山じゃないね、私ね、西山ちゃんじゃないかな。そう、何々市の皆さんとか言う名前も言えるから分かんねんな。てかそろそろ終わろうかな、また選挙来たらあれやし。48も48ちょっと無理があるかな。 NNB48 NNB48
Runway 48 わなかに勝てるかな、わなかに勝とう、それも勝とう、さ外借り中取ろうのたこ焼き作ったら勝てる。あやみには、あやみの中ではあの僕だこが一番になるわ。ずっと猫ちゃんが足元で寝てるから動けない、嬉しい嬉しい泣き。イエス時計でミスミエちゃんがやってたのにオーディションにしめちゃんがその場所だった、あ踊ってたと思うで、確かなんか印象あるわ。いやなんかさ、ちょっとまだ選挙来るからさ、ちょっと終わろうと思って。朝マークせんかったとしても、その普通にちょっとまたミュートしてがあれやし、時間も時間なんで終わりたいと思います。のにしもちゃん最近毎日配信始めてるよな。なんか言なんかやろうかなみたいな言ってるの見た。すっごい気持ち悪くなってんけど、かっこの中かっこ日曜日がすごい偏った。